一周辺地図ショートランド諸島はソロモン、諸島西部州に属する諸島。位置は、ナミー6度55分統計百五十五度五十三分、ナミー6.92度統計百五十五点八八度、マイナス六点九二百五十五点八八。ソロモン諸島の北西端にあり、パプアニューギニアのブーゲンウィル島に近い。最大の島は、ショートランド島で、その他にオバウ島、ピルメリ島、 マグサイアイ島、ファウロ島、バラレ島などがある。1788年にオーストラリアへの第一回移民輸送を行ったジョン・ショートランドが輸送終了後に関東へ向かう途中に発見した。また1900年まではドイツが領有権を主張していた。太平洋戦争が始まると日本軍は1942年3月30日にショートランド島に上陸して占領した。 日本海軍は、道東南東部とマグサヤイ島、ポポラング島に挟まれた水域を白地として使用した。特に、ガダルカナル島での戦いの際は、駆逐艦の多くがここから出港して、道方面に向かった。また、ポポラング島に水蒸気基地が作られ、ソロモン諸島方面の最前線基地の一つとなった。ありがとうございます。